はい、皆さんこんにちは。はい、始まります。今回ね、だいぶ昔、2年前ぐらいかな、1回助走したんですよ。助走して、お店で働くっていう企画をやったんですけど、で今回ねハロウィンも近いということで、再編集してアップしました。どうぞご覧ください。どうもすいません楽しみにしてました、この日を。大丈夫ですか？今あのおねえ、あ、はい、つけまつげピカピカが使うんけ。了解です。できない。あハッピーバースデーね。ああどうもして今日はどうなるのか。あ、ごめんね、爪が長いから。あ、いいよ、全然大丈夫ですよ、無敵の肌なんで。わお、あい。DJ でこういうのする人っているのかな。お、おるよ、ゲール。確かにな、確かにね。ここも負けず、負けずに。招待にしてたらな。あ、聞こえ。できましたね。はい。あですかね。ありがとうございます。すごいなこれ。自分じゃないみたいな。というわけでね、今回は女装バーテンダーとして体験入店したのですがね、このねスタッフの誕生日ということでかなりのシャンパンが開くのではないかということで。結構力仕事になりそうです。かなりの完成度に勝手に感動しております。ご了承ください。おっ OK? More? OK, it's fine, Nathan. Yeah, so from Osaka? Yeah.I'm a bit nervous. Why? Why do you make that? 新大阪、yeah. 梅田、はい、お梅田でやってるみたいですねあのラウンジとかバーで、まあ、今日ここは岡山なんですけどっていう感じでセクシーな。 Look at you, you look soいやもう夜が更けるにつれて何やらショータイムが始まるようです。
ただひたすらドリンクを作り続けるという地獄です。かなりのハードワークです。ちょっと飽きてきた。狭い狭い狭い。皆様ご視聴ありがとうございました。お見苦しい、シーンがね、まあ、今も流れてますけど、はい、誠に申し訳ございませんでした。本当にあまりいい気がしなかったという人もいたり、もうチャンネル登録外してやるぜとかね、 DJ ゲルそういう感じだったんだとか思った人は少なからずいると思いますね。はい、ありがとうございます。この、ジョーカーというお店なんですけど、ちょうどね、本当に1年前に、閉店しちゃって、もう今はね、ないんですけどね、ちょっと本当に懐かしいな、悲しいなとか思いながら見てたんですけど、まあね、ここのお店も、まあ、男の人が働く場合だったら、女装しないといけないっていう、ルールがあって、でなおかつ、日本人は、基本的にはなんか働いたらダメという、ダメというか、まあ、フィリピン人を、まあ、中心に、集めてるというか、そういう感じになってるんですよね。まあでもその特別枠というかエンターテイナーという枠でどうにかね働いてみないかとお誘いが来て、今回ねこのような形で、させてもらいました。はい、まあ、本当にでも2年前のことなんでね、あんまり詳しくは覚えてないんですけど、まあねハロウィンの時期なんでね、これを見てちょっとこういう感じでやったろうとか思ってる人も少なからずいると思いますけどね。まあ、僕もね今年のハロウィンはしないですね、これはね。もう多分二度としないかな、ここまではね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、スピチューブなんとねあっという間に4000人来てしまいました。ありがとうございます。これもね皆さんの、おかげだと思ってます。はい、というわけでね、またこれからもね引き続きよろしくお願いします。5000、1万、目指してね、これからみんなで頑張っていこうかと思ってます。はい、一応ね岡山中心で、上げてますけど、まあこれから引き続きね、いろんなね県内外の、情報とかをね上げて皆さんにね、幅広くね、お伝えできればいいなと思ってます。はい、皆さんこれからもね YouTube どうぞご引きにお願いします。ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。はい、それではまたね。ありがとうございます。フラバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。